おざすマッシュです。ヘデチャスです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムっていうことで、今回はいつ T5 になんねんイエーイ、もう間近ですよ。見てください、いつなんねん。まず T5 よ、まず見てください。あとね、城西がレベル24なんで、いやそこやね、そこなんですよ、そこが止まってんねん。行きましょう。何を行くねん。あと機械の人が3400。3400ってめちゃめちゃ多いやん。めちゃめちゃ多いですか。いや、ほんで集結やってるの？集結はやってない。やってないですよね。やってないです。いや、しかもな、俺それをびっくりしたんな。はい。ちょ、研究見て。研究ね、今やってないんですよ。なぜか。そうね。なぜかっていうと。せやね。研究終わってんね。そんなことある？いや、経済なんてまあおそらくもちろん終わってるだろ。軍事こんなことある？だって工場兵器まで終わってんねんで、ね、これもう上げるとこないんですよ。上げるとこないとこまで来てんのに城西がまだ上がってないって、ただ集結やってないだけやんこれで、それ以外も全部もうね、上げれるとこ全部上げてるんで、建物もだからもう まあある意味俺と一緒の状態よな今これ。訓練だけやってる状態よな。あ、そういうことか。そういうことです。だから建設もやってないし、研究もやってないのだから俺と一緒やん、対等なはずやのに。そうな、対等です。よっくれや早く。え、しかもさ、今これな、はい、そう、舞台だけがただただ増えていってるやん、あなた。ワンチャンさ、やっぱ俺の舞台より多いんじゃん。侍なんで、やっぱり意味わからん。あの、歩兵はね、え、舞台戦力なんぼなってる今。総戦力が100,000万、10万、300万やろ。だって総兵力俺より上やからな、秀ちゃん。どういうことですか、お前。写真撮る。総兵、なんか全然違いますよね、総兵力。何なんですかこの総兵力、初めて見ました。だから結局これがこの今の舞台の兵力、合計の兵力数。え、T5 めっちゃいるのにですか。そうや、T5 おんのにヒレショスの方が T4 が多すぎて俺より強くなってるから。ありがとうございます。あざすちゃおやばな。え、じゃあ、え、じゃあ兵力強いから、この別に T5 上げなくてもいいってことじゃないですか。ということじゃないですか。いや、違う。だから、でもさ、オシリスとかって、はいはい、こう100万とかしか収容数ないわけ。そうかで、その中にこう20万って突っ込むときに、はい、1人でも T4 おると、相手が全員 T5 で100万で来るのと、こっちが T5 80万と T4 20万やったら負けるやん。あ、そうか。あなたそろそろ T5 作ってもらわなきついんよな。わかりました。僕にかかってるってことですね。この栄養に捉えるな。いやー、ちょっと。いやでもね、もう本当にもうちょっとなんですよ。でこれ上げたら、あとこれ上げたら研究が上げれるんですよ。分かっとるわ、もうこっちは経験済みや。それだから他の建物は上げなくていいんですよね。その研究を上げるために多分またいろいろ上げなあかん。でも建設の加速なんて溜まってるやん。だ、建設なんてすぐできるやん。だ、城西上げて、はい、建設溜まってます僕。もうそんな、あの、確認するほどでもないから。で、城西上げたら、はい、あと研究が何百日ってかかる、何百日やな、はい、かかるから、そこがまた大変やけど、でももうほとんど終わってるやん。まあそうですね。いやー、ちょっと、ほんま、俺集結とか、はい、俺マジで、ヒデチョスが集結してんの見たことないねんけど、こう2年ぐらい。ね、集結の、なんか、意味が分かんないです。意味何や意味って。集結ってなんかだってね、ポチってしてちょっと待たないといけないじゃないですか。5分とかな、なんか自分なんかそんなね、長いこと画面開かないんですよ。合間合間でこうちょこちょこってやるパズドラや思ってんのタイプなんでその5分がなんかできないんですよ。5分すらもできない。オシリスよう1時間やってんな。もうやってないのと一緒か、あれ。だから入れてるし。そうなんです。やってたんで僕なんですよ。いや、もう来期向いてないやん。いやここに来てですか？もう2年経って。だから結構ね、こうやって、
ねえ、こう、やばんじ、ええねん、やばんじ絡んでええわ。やばんじも絡んでええか、集落してくれ頼むから。集落じゃあ今しましょうか。だってあと3400冊本いんねやろ。で集結でだいたいまあ3から5本5冊ぐらい落ちんねん、ポロッと。なるほど。本がそれを1日さ100冊貯めたら、1日100冊貯めたら34日、1ヶ月でもう T5 なるやん。それで1日100冊が結構想像のつかない数字なんですけど。まあ1日100冊って結構じゃないですか。いやーでもみんなやってんねん、それを。やってるんですか。無課金、美課金の人らはこうやって集結をな、コツコツやってるもんやねん。なるほど。一言やな。入ってきてくれた。へえ。だからもうそんな野蛮人買っててもな、得るもんないよ。もう野蛮人でも本落ちたらいいんですけどね。落ちんねん。だから言うとんねん、こっちは。集結か。だって結構ね、あんまりみんなしてるタイミングって分かんないじゃないですか。うん。今もこうほらみんなしなかったりするじゃないですか。タイミングはあるよ、そりゃ様々よ。そうなんです。だからそれ開いた時になんか誰か売ってたら入ったりするんですけど。いや入ってんのほとんど見たことないよ。売ってないんですよ。いや売ってる。挑戦すんなよ。じゃあそうですね、もっと開くようにします。いやちょっとなんとかしてほんま集結をさせな、まずいわこのままじゃ。全然じゃあ、まあでも T5 が遠い。そう、ダイヤがね足りないですね。まだダイヤで2万ぐらい言わすにしても足りひんし。2万ぐらい足りひん。だ2万か。ほら2000冊いるってことか。だかダイヤも、あそうそう、ね、含めた2000冊な。2000冊ですね。じゃあまあ1日100冊。1日100冊が分かんないです。1日100冊いけば。100冊ってでも、まあ3本、集結で3もらえる。まあでももらえるの 100% ではないかね。でも、まあ1日30回打てば30回。いやもうこれちょどうです、視聴者の方、30回というこのミネジョスの反応。やってますか、30回も皆さんやってますかっていうところを問いたいです。やってる人おるわ。問いたいです。しかもさ、はい、5舞台出せるわけやん。5舞台全部集結に出せば、集結って1舞台出したら終わりじゃないですか。だから自分で集結かけるのは1舞台ね。あってことですね。あで残り4舞台は誰かが集結してる時に入ったら4舞台もんちゃん、もう言ったら5舞台を5分で終わらすやん。でそれを6セットすればもう30回なわけやん。って考えたら30分拘束されればだけで、あめちゃめちゃいいこと思いつきました。ん、集結を打つ時間をこう時間割り決めません。集結タイム、集結タイム、こうあのカーリングのモグモグタイムみたいな。えって感動したな。銀メダル、あれ準決勝よかったわ。スイスとな。ちゃうねん、そんなええもんちゃうねん。そうなんかね、時間を決めて。ああ時間決める全然いいで、まあその時間にちゃんとやってくれるんならあなたが。じゃあの皆さんも、おじゃあみんな巻き込んでってことだろ。みんな巻き込んで。じゃあだるいやん。ここ1週間ぐらい集結期間、集結強化月間、集結強化月間、時間を決めて。いや、あ本ちゃん決めてもやらんな。やらんのかい。お前が一番やらなあかんのよ。お前がやらんかったらみんな集まるだけ損やん。そうそうね、確かに直ちゃんやな。いや今待って思っただけです。思いつきで思いつきで。いやそれやったら、はい、あそうやな、ちょっとまだスケジュールパッと今思いつかんけど、はい、生配信しよう。集結ヒデチョス T5 の道のり生配信。おほんじゃもうやらざるを得へんわけやん。確かに。えでもそれを何回もするってことですか。そうそう、1時間だ、1時間生配信で、あーはーはー、もう永遠集結をする。ほう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 、やりましょう。それやったらもうな、1時間はその代わり集結ガンガンもう入りまくって、もし行動力なくなってももうポーション割りまくってやったらいいや。えそれやったら2000冊っすね。2000冊貯まるまで2000冊ぶっ続け。いやだからお前何日かかんねん。え24時間でいけんのかな。24時間そんなかかります。いやかかるやろ。えいやいやいや分からんで、ね、1回2000冊1回1時間やってどんだけ貯まるか見て
で、そっからもう、あ、そっからどれ考えるほんで、それで、あ、これ1日でいけるわ思ったら、もう24時間生配信。それはやばい。それはやばい。ほんそう、ほんで、一回今度ちょっと火決めて、1時間やってみよう。やってみます。ほんで、逆算して、いけるんやったらもう1日耐久で D5 の耐久生配信みんなで丸1日やったら、いや、そうや、みんなも巻き込むの、入ってこれますもんね。えぐいな。まあ俺ともっちゃんとヒデチョス、まあ最悪3人おれば3人24時間もっちゃんも死んでまうやろな。死んでますよ。24時間な。僕も死んですよ。いやいや、あなたはもう死ぬくらいの血吐きながらやってもらう。ほんまにちょっと最近寝るの早いんですよ。ええって当事者やろ。頑張れそこは。まあじゃあそんな感じでちょっと一回スケジュール組んで、1時間の生配信でヒデチョスの集結どれぐらい本出るか。そうですね。だからその1時間はあのメンバーの人にも周知して協力してもらう。ばかりやな。協力してもらう。その時間決めて。めんどくさいな。で僕フルで5舞台ね。当たり前やそんなの。なんで3舞台とかでやんの。さあ5舞台やるやん。じゃあまあそんな感じで一回企画しましょう、はい、また改めて告知します。はい、はい、お願いします。ではまたね。バイバイ。バイバーイ。